こんにちは、原町接骨院久松です。今回は気のせいではない、暑いと疲れる理由ということでお話しいたします。今暑い日々が続いてます。暑いともう体疲れたりぐったりしたり調子が悪くなったりするじゃないですか。私も暑いの本当に苦手なんです。そしてもう暑くて疲れるっていうのは人によってはですね、もうそれ気持ちの問題だよとか、あとはもうただ単に根性がないからだとか気のせいだとか言う人いるんですけども、暑いと疲れるってちゃんとした理由があるんです。今回はそれについてお話しいたします。そして、この動画をご覧になることによりあなたは暑いと疲れる理由を知り、なるべく暑さで体が消耗しないように、気を使うはずです。ではお話しいたします。暑いと疲れる理由は2つあって、1つ目、暑いと血管を広げるんです。顔が赤くなったりするのが働き、それってあなたの血液を外に逃がして冷やそうとする働きなんです。そして2つ目、暑いと汗をかくじゃないですか。その汗をかくのは体を冷やす働き、そしてこの血管を広げる働きと汗をかく働きというのはあなたの体温を平常に戻していく働きなんです。体温が上がりすぎないようにする働き、それって実はそれには大量にエネルギーを消費してしまうんです。だから暑いと疲れるんです。決して気のせいではないんです。はい、ですからね、なるべく暑すぎるところにはいないようにして、もう室内だったらしっかりエアコンを効かせる、そして、汗をかいているときは水分補給および、塩分やミネラルを補給するようにして、暑い時での疲労を防ぐように、気をつけてみてください。ということで今回の話もう一度復習すると、暑いと疲れるのはちゃんと理由があります。暑いと血管を広げる、これは血液を外に逃がして冷やそうとする働き、そして暑いと汗をかく、これは体を冷やす働き、そして、このね、血管を広げるのと汗をかくっていうのは体温を通常の温度に戻す働きで、それには大量にエネルギーを消費するんです。だから暑いと疲れるんです。対策としては暑すぎるところにいないようにする、室内ではしっかりエアコンを効かせるようにする、そして、汗をかいてしまった時は水分および塩分ミネラルを補給するようにして、暑さで疲れるのを防ぐようにしてみてください。そしてこれをご覧のあなたがもしもう暑さに疲れてもうどうにかしたいということでしたら、私があなたの役に立ちます。私の自律神経の整体であなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて、こういった暑さでの疲れも回復させるお手伝いをさせていただきます。また、その他の症状もねしっかり回復するように、やらせていただきます。またもしあなたのご自宅が、遠方である場合、またはもう外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合、またはもう移動して人に触られるっていうことが不安な場合は、自宅にいながらパソコンやスマートフォンの画面を通してあなたの体を整えさせていただくオンライン遠隔整体っていうのを私やっております。これでしたらあなたは自宅にいながら人に触られることなくお体を整えていくことができます。そんな私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日21時から22時の間スタートでご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画の復習とあなたからのご質問にその場でお答えしていきます。またライブ配信の最後ではいらっしゃる方でご希望がございましたら、いらっしゃる方全員で合同でお体を整えさせていただくオンライン遠隔整体合同版というのをやっております。1対1のオンライン遠隔整体に比べると効果下がりますけど、やった方からは手足が温かくなった、よく眠れたという声も聞いております。よろしければライブ配信もご参加ください。参加していただけると私非常に嬉しいです。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたらグッドボタン、チャンネル登録していただけるともっと嬉しいです。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。